んにちは、チョッパーです。皆さん、うちがいつも書道誌ばっかりすると思っていませんか？そんなイメージを払拭するために今回はね、とある企画を持ってきました。ということで、今回の企画はデスしたら罰金フォートナイト、イエーイルールは簡単です。制限時間は1時間。うちがデスするたびに皆さんにメンバーギフトをお渡しします。しかもそのメンバーギフトの数めっちゃあります。まず100位から70位で死んでしまった場合、皆さんに免ギフを7個プレゼントします。で、70位から40位で死んだ場合は免ギフを5個プレゼントします。で、40位から11位で死んだ場合は免ギフを3個プレゼントします。で、10位から2位で死んだ場合は免ギフを1個プレゼントします。で、合計何個になりますかっていう企画です。ちなみに免ギフは1個500円です。だからうちは70位以下で書道誌したらもうそこでマイナス3500円。さあさあさあ、うちが負けなきゃいい話やからな。さあ、お前らうちに勝てるかな。それではビッグライン目指してやっていきたいと思います。レッツゴー。全部書道誌した場合ね、もう3万ぐらい超える勢いでちょっとやってるつもりなんで、まあとりあえず最大0円、あ違う、最低3500円、あ違う、最大、レッツゴー。最初はみんなが降りるところを選んでいいですよ。どこに降りますか？メガ、激戦、激戦、パスティアン、メガ。メガの方が近いな。メガでいいや。お猿のジージョさん320円頼むから早く負けてくれ。なんでや、あ、なんでや、そのね、今回負けたらうちがみんなに罰金やからか。え、でもね、その70位以内ですぐに負けるなんてことそうそうないっすよ。最近ね、配信に来てくれてる人はわかると思うけど、うち結構勝率上がってきちゃったんすよ。1回の配信で必ず1回はビクロイ取れるかなって感じなんだけど、本当にそんぐらい勝率上がってきちゃって、で、まあみんなもなんかだんだん価値格なチョッパーさん見るのつまんないかなって思ってきちゃったんで、まあそこでこのスリルある企画を提案したって感じですね。はいはいはい、あ、もう早速70人切ろうとしてますよ。とりあえずこれで3500円は回避なんだけど、次50位以下で死んだら2500円になりますね。まあ2500円でも十分高いけどね。なるべく0円でいきたいからさ、極力死なないようにはするけど、ちゃんと敵がいたら逃げるなんて、そのなんか実況失格なことはしませんよ。逃がさねえよ。あー、逃げた。絶対逃がさんからな、お前。あと一発で死ぬの分かっとるんやで。なあなあなあ、一体どこや。マジやめて、偽道すぎる、やってることやばいでしょ。あいつやるねー、君やるねー。あー、オッケー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 。あー、死さない。終わった。ふっ、お前49位、危ない。ギフト、あ、違う、間違えた、70から40だってことは5個。あー、2500円マイナスか。いや、いいっすよ。いや、ち、今回ね、まあ言って5000円くらいかなっていう見積もりはあったんだ。だから2500円の子も軽い軽い。はい、ということで2試合目なんですけども、まあちょっとさっきはね、あれっすね、激戦区に行き過ぎたね。だから次はまあ名前ある町ではあるけど、端っこに行きましょう。いや、うちはね、まあ別にビビってるとかそういうんじゃないんで安心してください。でも端っこにしようかなって感じかな。なんか思ったより2500円飛ぶってのがちょっと怖いね。下手したら3500円飛ぶって怖いね。はいはいはい、まあ言うて少ないんじゃない。ちょっと待って、あー、やま、あ、いやいや、あ、3500円、いやいや、焦んな焦んな焦んな、お前、今日は容赦できん。今日はゴースティングにも容赦できない日ですね。あー、いる、あ、死なない、あ、ちょ、バカバカ、あ、予算オーバーっすね、これ。やばい、予算オーバーです。あ、やばい、勝てない。はい、ということで3試合目なんですけども、一応ね、言うの忘れたんですけど、始まったんが7時29分なんで、8時29分までになります、今回は。だからそれまでうちは本気で生き延びる。あのさ、もう予算応募はしとるんよ。やばいんだよな。15分で5000円、やばいな。なんかなんでこんな個数にしたんだろうと思ってる。普通に考えて7個ってバカだったな。まあまあ大丈夫大丈夫、早くもかす。ちょっとねーちょっとねーちょっとねー、いやいやいや、いや、カソやんなわけないじゃん。いや、今からも名前ある町行ってやるよ。うちがそんな傘に収まる女やと思っとる。いいよ、もう今すぐ名前ある町行って敵全員投げ倒したる。あいつ逃げすぎやん。うちも逃げよう。あー、よく来たね、よく来たね、うまいよ。あ、あ、あ、
お前いいんだな、こっちは金かかっとるんや、負けるー、おいバカ。あ、で、なになになに、終わった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 。はぁ、オッケーオッケー。さあ明日からもやし生活か。うまいイメージをつけさせるプラス、やっぱチョッパーさんって勝負ごとに強いんやなってみんな思わせるチャンス。オッケーオッケー。あー、なんだよなんだよ、焦っちゃあかんよチョッパー、お前は焦っちゃあかん、たとえ狙われようとも焦っちゃあかんのや。あー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 、いやいや本当に嫌や、マジで嫌だ、やめて、あいつどこまで追っかけてくるんや。あー、この配信で油断しちゃいけないってこと学んだでしょ。これ学ぶ講座やから、うちのプレイを見てみんなに学んでもらおうっていう講座やから、まあうち作戦としてはちゃんと成功してるよ。これだと19位、麺ギフ3個、1500円、1500円か、こんな生き延びて1500円、なんで。はい、ということで4巻5試合目くらいになったんですけど、まあちょっとね、機材トラブルも相まってちょっと5分延長で、今機材トラブルで5分ぐらいトラブってたんで34分までにしたいと思います。ということで降りる場所もなくさまよってるチョッパーさんですが、あーっと激戦区に来てしまった。お前、お前の試合とうちの試合、うわー、待って、あ、ごめん、何すれば許してくれるんだあいつ。はい熱しつこい。やば、お前。うちは今こいつに世界一恨みを持ってる。チョッパーの財布がピンチと聞いてニコニコしながら見に来ました。こんばんは。ふーん。ピンチはないし。うち1億持ってるし。いいっすよ。1億持ってるし。9000円か。9000円あったらカセット1個買えちゃうじゃん。え、ゼルダ8000円でしょ。まあいいや。よし、あと30分。まあ、無難な街行きますか。パス降りても、なんか言われそうやし。やからって激戦区降りても、負けそうだし。緊張しすぎて声が、バカだ、お前まだ70円切っとらん、マジでここで倒してくんだよ、マジで。うちの石はやばい、終わった、バカ、お前まだ70円だって、お前バカ、ゴースティング、お前のせいでプラス2500円や。あ、僕じゃない、僕じゃないって、お前や、お前や、お前のせいや、お前のせいや、お前がプラス2500円したんや。だよな、認めろ、だよな、認めんなら許したれよ、しゃあなしな、認めんなら特別許したれ。2500円か、もう認めろ、お前、お前認めろよ。こいつ一生言う、首振っとる、おい、お前認めねえと絶対許さんからな、認めろ、うなずけ、あいつうなずかかった、マジ許せん。ああもう無理、カソ行きまーす。ごめんなお前ら、うちはこれ以上お金かけるわけにはいかんのや。まっカソ行けばいつも通り勝っちゃうんですけどね。待って、衝撃でマイク切っちゃった。あ、バカバカ、本当にバカ、あー、ほんと、焦らない焦らない、チョッパーお前まだいけるやろ、よし。あ、ビクロイでマイナス10とかどうすか。おお、みんないいすか、いいいい、おお、オッケー、はい、みんなありがとな、ありがとな、ありがとな、はい、あともう勝つだけでーす。さあということで激戦区の端くれいきましょう。あー、終わった、終わった、あー、降りるとこなくなっちゃった、終わった、あ、終わった、あ、待って、みんなみんな、あいつゴースティングや、ゴースティング、さっき待機島でうちにバカ仲介かけてきやがった、あいつ、おい、お前、おい、本当に、あ、なあ、おい、え、待って、72、じゃ
ょっぱちょっぱ、もう我慢せんでええやで、思いっきり叫んでみ、すっきりするよ。わー、よし、すっきりしました。やっていきましょう。慌てちゃあかんよ。ちょっぱごめん、まだまだいける。さあラストワンブリマン。やばい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 、終わった。あ、みんなみんな、あ、まだまだ遺言じゃない、まだ遺言残す時間じゃない。お前沈め、ちょっぱ、お前。ということで、まあ、今回はね、ちょっとかなり大破産今の時点でのメンバーギフトの数が36個で、計算すると今1万8000円です。え、なに、みんな、なんかコメント欄が下げてくれる雰囲気なんだけど、マジ、みんなマジけ、いいんだ。え、みんないいの。リスナーの優しさによりギフト30 or 25、どっちがいい？ 30。 マジっすか。え、なに、なんでそんな優しいの。いいじゃん、またあれ、このさ、企画リベンジマッチするんで、その代わりちょっと今回じゃあ、30で許してください。30だと今1万5000円になります。ぴったり。いいんですか、1万5000円で。じゃあ今回みんなの優しさに甘えて30個にしたいと思います。ありがとうございます。うずうずじゃあちょっとリフトしますね。まず20個、1万円分です。わー、すごー、やば。じゃあラスト10個いきます。誰に当たるかな。はい、あ、来た。おー、すごっ。ああー、ねえ、やっちゃった。あー、やらかしたー。ん、まさくん320円40個、どんな1G ねえ、しかも台本も丸見えだった。待って、ねえ、最悪、台本見えてた。ということで今回せっかくね、36個のメンバーギフトを30までしてもらったんに、うちのヤバすぎるボンミスで40になってしまいました。まあ、かなりね、もう言葉になりません。ガチでさ、意図してミスしたわけではなんでもないからさ、普通になんかみんなから30にしてもらって、え、なんだよ、チョロとか思っとったに、40にしちゃった。え、まあ、ぜひメンバーになった方、メンバー来てください。もし今回メンバーになれなかった方とか、まあ、この配信逃しちゃったよっていう方、概要欄からメンバーになれるんで、皆さんメンバーになりたい方メンバーになってください。近々スタンプ更新もありますので。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。